父さん、おはよう。今日はなんだか早起きしちゃった。何かいいことあるかな。おめでとう。これからもよろしくね。あ、ありがとうマリー。私、あなたとお友達になれて本当によかったな。私も同じこと考えてた。私の方こそこれからも仲良くしてね。旦那様、今日は何の日か覚えていらっしゃいますか？そうです、お嬢様の誕生日です。1年など早いもの。お嬢様も健やかにお育ちになりました。そこでお祝いなのですが、今年のプレゼントはどうされるおつもりでしょうか？かしこまりました。それでは早速買いに行きましょう。お嬢様喜びますよ。お嬢様、旦那様からお誕生日プレゼントでございます。ありがとうお父さん。お父さんの選ぶものっていつもセンスがいいから大好き。やっほー。君の姿が見えたからさ、走って追いかけてきちゃった。リー、あなたっていつも元気ね。なんだか羨ましいわ。ん？そういう君はもしかして元気ないの？え、そんなことは。うん、よし、それなら今から遊びに行こうよ。思いっきり遊べばきっと元気も出るって。私これから行かなきゃいけない場所が。いいからいいから、ほら行こう。ああ、ちょっと待ってよ。もうしょうがないな。あれ、あれはシャルルさん。こんにちは。いや、こんなところでお会いするなんて奇遇ですね。今日は馬に乗ってらっしゃらないんですね。え？ああ、まあその、あの時は急いでましたので、いろいろと。じゃあ、今日はゆっくりできるんですか？あ、いや、そうしたいのは山々なのですが、実は今日も人を待たせているというか、早く戻らなければならないので。そうだったんですか。あ、それじゃあ引き止めちゃったりして悪いことしちゃったかしら。いえいえ、そんなことは。いずれまたゆっくりお話しても。では失礼。行っちゃった。なんというか慌ただしい人ね。ねえカレン。うん？またお友達とお話？うん。
相変わらずね。うん、結局私にはわからないままだったけど、お友達って何なの？今のあなたなら説明できるんじゃない？じゃあ手つないで。私と？うん、右手出して。いいけど。はい。やっぱり見えたね。カレンと同じもの。あなたなら見えると思ってた。これがカレンの見ている世界。すごい。確かにすごいけど、でも。でも、それでもカレンには他のみんなと仲良くなってほしいな。この世界があるから、お友達がいるから、他には誰もいらないなんてやっぱり寂しいよ。悲しいよ。あのね、カレン、今はそうでもないよ。え？今は友達いらないとか思ってない。だってあなたにも友達にな。カレン、バカね。私とカレンはもうとっくに友達でしょ。あれ、そうだった。そうなの。そっか、カレンが見えてなかった。見ようとしてなかっただけだったのね。ありがとう。お嬢様、そろそろお家の方に戻られる時間です。おはよう、お父さん。今日の朝食は私が作ったんだよ。偉いでしょう。どうなさいますか？かしこまりました。今週はバカンスですね。屋敷の留守はこのキューブに任せ、十分に楽しんできてください。では行ってらっしゃいませ。お父さん、大変なの。この子が倒れていて。お願い、助けてあげて。どう、この子大丈夫かな。助かる？ちゃんと治る？よくなるんだよ、お前。私もついてて看病するから。だからお願い。
お帰りなさいませ。お嬢様、バカンスは楽しかったようですね。ええ、そのお顔を見れば誰でもわかりますよ。さあ、お部屋で土産話でも聞かせてくださいね。遅くなっちゃった。この辺りは物騒だし、早く帰らないと。いけない、よそ見をしててぶつかっちゃった。あのごめんなさい、お怪我はありませんか？別に。睨まれてるよ、怖そうな人だな。なるほど、お前は確かによく似ている。え、私の名前をどうして？あなたは一体お会いしたことありましたっけ？その似てるって誰とですか？また会うこともあるだろう。俺たちはそういう定めのもとに生まれてきたのだからな。あ、言っちゃった。私のこと知ってるみたいだったけど、一体誰なんだろう。お嬢様、そろそろお家の方に戻られる時間です。なんだか今日のお父さん厳しすぎる気がする。
朝食は私が作ったんだよ。偉いでしょ。